トレーニングに専念できるおかげでかなり体にキレが戻ってきた。リーダーを引き受けてくれたお前には礼を弾まないとな。好きなだけ食って帰れ。責任ある立場に疲れもあるだろう。胃袋も大物というわけか。アスリートとしての素質も十分だな。あとは経験を積むことだろうが、無理をするなよ。何かあればすぐに言え。俺も協力は惜しまないつもり。やっぱり月光館の真田さん、岩戸台に住んでるって聞いてたけど、うわ、すごい超ラッキー。私たちファンなんです。一緒に写真撮ってください。これから予定がある。それに写真は好きじゃない。怪我されたって噂でしたけど、もう大丈夫なんですか？困ってることはありませんか？私、差し入れとかしちゃいます。ねえ、あれ何？さあ、芸能人？見てく？行くぞ。どうでも同じようなことはあったが、こんな街中までとはな。試合で勝ち続けるうち、取材を受けたりネットで噂されたせいだろうな。まったくだ。俺は動物園のパンダじゃないぞ。俺はただ強くなりたいだけだ。鍛錬を重ね力をつけた自負もある。だがその結果、望まない面倒ばかりが増える。さて、ようやく諦めてくれたようだ。気を取り直して飯にしよう。あまり遅くはなれないしな。いいじゃんよ、俺らいい店知ってっから。やめてください、困ります。一杯だけでいいっつってんじゃん。なあ、来いって。いやだ、やめて。おい、それくらいにしとけ。警察を呼ばれたくはないだろ。はあ、なんだお前。警察だ。ガキがカッコつけてんじゃねえよ。さっさと消えな！てめえ！待て。お前いい動きしてんな。なんか格闘技やってんだろ。だったらなんだ。暇なら俺と遊んでくれよ。ちょっと裏まで来い。お前みたいに生きがってるやつ見ると潰したくなんだ。ちょっと強えとか言われてんだろうが、どんなもんだ。試してよ。なんだこいつ、ビビってんのか。やはり面倒だろ。お前は下がってろ。すぐ片付ける。ああ、勝てると思ってんのか。安心しろ、素人相手に怪我はさせない。俺も格闘家の端くれなんでな。おいそこ、やめなさい。ちょ、いくぞ。ですから、あいつらが先に手を出そうとしてきたので。話は署で聞くって言ってるでしょ。君たち高校生だろ。親御さんに連絡するから、連絡先。取り込み中、申し訳ないが。黒沢さん、こいつらの件は俺に任せてください。上に話はついてます。何があったか知らんが、面倒を起こしてくれるなよ。お前はそんな玉じゃないだろ。それに、万に一つもお前を危険な目に遭わせはしないさ。
チンピラに絡まれたという女性2人からの通報だったはずだが、後輩にいいところを見せたいなら場所は選んでくれ。俺は警察官だ。暴力沙汰でも起こせばお前たちといえどしょっぴくからな。知っての通り、こいつは血の気が多いのがたまに傷でな、いろいろ大変だろうが君が見ていてやってくれ。言ってくれるな。だがまあ、よろしく頼む。怪我も完治し、頼れる人材も得た。力を試すには絶好の機会だ。特にお前ほどの逸材を得たことは幸運としか言いようがない。もっと腕を磨き、どんな相手も俺の拳でねじ伏せてやるさ。相変わらずだな。とにかくあまり無茶をするな。お前らが揉めたのはおそらく最近この辺りで幅利かせてるゴロツキどもだ。ああいう出会いに一度目をつけられるとしつこいぞ。気をつけるんだな。もう遅い。今日はまっすぐ帰れ。いろいろ邪魔が入ったおかげで飯どころじゃなくなったな。黒沢さんも言う通り、今日は帰るとするか。すまないが、礼はまた日を改めてだ。さて、俺はロードワークがてら走って帰るが、お前もどうだ。よし、暗いから車に気をつけろよ。俺は先に行く。自分のペースでついてこい。食事しながらこれからの戦いの話でも。それとも先輩は戦う理由なんてどうでもいいってことなんですか？これからの戦いか。いや、気にするな。とにかくまずは店だ。ちょっと何あれ、やばくない？見つけたぜ、真田昭彦。お前らいつから。お前有名人だったんだな。ボクシング界のホープっての。この前の続きだ。俺と勝負してくれ。潰せば箔がつきそうなんだな。こんな美味しい話ねえだろ。チャンプだかなんだか知らねえけど、この数見て同じこと言えるか。ボクサーってのは強えんだろ。だったらハンデだよ、ハンデ。お前も加勢していいぜ、ヤサ男くん。俺ら優しい。俺に勝てば箔がつくと言ったな。強さを試したいんじゃないのか。バーカ、てめえみてえな調子乗ってるガキ潰すのが楽しいんだろ。つうか勝てりゃどうだっていいんだよ。お前だってそうだろ。まずはてめえからか。下がれ。そっけんな。待て。おいこら、逃げんな。逃げるのは簡単だが、マクとなると苦労するな。ま、いいロードワークになったな。だがさっきは助かった。さすがリーダー、機転が利くな。敵に背を向けるのは不本意だが、そばにいる者を守れなくては意味がない。相手が多ければ怪我をさせたり、周りに迷惑をかけるリスクも高まる。とにかくいい判断だった。また借りができたな。ん？
俺宛ての荷物、中身は果物、菓子、飲料、両親からの差し入れらしい。後で部屋に運んでおくか。なあ、俺を引き取ってくれた育ての親だ。忙しくて連絡もそこそこだが、元気にしてくれているようでよかった。ありがたいことだが、俺一人では持て余す。少し持って行ってくれ。とはいえ、お前だけでは焼け石に水か。せっかくの品が傷んでしまうのはな。そうしよう。悪いが呼んできてくれるか。興味深いです。一目見てわかるくらいいいものばかりですね。ご両親に大切にされてるのがすごく伝わってきます。ご両親の前では行儀がいいようだな、明彦。お前はいつも一言余計だ。両親にはよくしてもらっていた。活動のことは当然言ってないかな。器のデカさはヘビー級。やっぱ持つべきものは先輩っす。ほんと調子いいんだから。でも美味しそう。ありがとうございます、真田先輩。どれでも好きなだけ取れ。これ美味しそうだよ。おお、ゆかりっち、これはとある。感謝であります。あらかた片付いたか。こんなに喜んでもらえるとは。礼を言わないとな、両親にもお前たちにも。いや、親の話が出て少し昔を思い出した。俺が今ここにいる理由、俺が戦う理由をもう一度思い出せた気がしてな。ま、忘れてくれ。俺はまだまだ甘いという話さ。この寮も賑やかになった。施設にいた頃もこんな風だった気がする。一つ屋根の下に暮らし、何気ない会話を交わす。つい忘れていたが、悪くない。これもお前が差し入れを配れと言ってくれたおかげだ。それは親に言ってくれ。だがお前には特に礼をしないと、借りが増えるばかりだな。さて、もう遅い。片付けて上がるとするか。どうした？何かあったか？これは。このメダルは誰のものでもない。ちょっとした昔の思い出だ。お前に聞いておきたいんだが、お前はリーダーもこなし、個人としても誰より力をつけていく。素質があるというだけでは説明がつかない。その力の源は何だ？なるほど。励まされたり、待っている誰かがいるということか。他人との関係か。俺に足りないものかもしれん。とにかくお前は俺にないものを持っているらしい。だが羨んだに真似てみても仕方ない。お前はお前だ。俺は俺のやり方で強くなってみせる。すまん、片付けだったな。あとは俺がやっておく。またいろいろあって礼をしそびれた。今日のところはこの差し入れで許してくれ。改めて誘わせてもらう。助かる。
すまん、遅くなった。予定外の邪魔が入ってな。よし、やるか。お前にはフォローを頼む。パンケーキを作りたいんだ。手伝ってくれるか。あの素朴な味が懐かしいというか、とにかく施設でもよく食べた。今は冷凍物も売ってたりするが、やはり焼きたてが食べたくてな。そうか。念のため少し多めに材料は用意したが、さっさと始めよう。さてまずはどうするんだ。レシピでは確かバターをたっぷり使い、濡れ布巾で温度を調節するとあったが、布巾をフライパンに入れたら燃えないのか。そうか、助かる。体を作るための料理以外は勝手がわからん。卵を割ったり生地を混ぜるぐらいはできる。焼くのは頼む。おお、布巾はそう使うのか。そうだ、プロテインを。そんな顔をするな。おっと、皿を用意しなきゃな。よし、これだけあればいいだろう。あ、やっぱりすごい量のパンケーキ。いい匂いがしたから。なあ、少し待ってくれ。そっちに持っていくから食べよう。みんなを集めてくれるか。もちろんアマロもな。はーい。すっげー、パンケーキのタルタロスじゃないっすか。これ全部お二人が作ったんですか。なあ、焼いたのはこいつだがな。俺が食べたいと言ったんだが、作りすぎた。いくら好きと言っても全部はな。お前たちも手伝ってくれ。真田さんもお好きなんですね、パンケーキ。ありがとうございます。いただきます。お茶を入れるとしようか。とっておきの茶葉を出そう。レッツパンケーキパーティーであります。わっ、おいしい。ホットケーキだけにホットケーキはどう違うか。本当おいしい。ごちそうさまでした。本当においしかったです。なんだか優しい味でした。また作ってください。今度は僕も手伝います。あれだけの量が瞬く間に片付いたか。料理はあまり自信がなくてな。食材を花からプロテインまみれにするバカに、台所に立つ資格はねえとうるさいやつに、いつも横から手際よくやられて、結局ろくに覚えられずじまいだ。だから今日は助かった。少しでもみんなの気晴らしになればいいんだが。まあそうだな。施設にいた頃はこういう催しがあった。それを真似てみただけだ。泣いてばかりだった妹もパンケーキの前ではいつも笑っていたからな。実家から来た荷物の中に手作りの金メダルがあっただろ。あれは俺が施設にいた頃にミキが、妹が作ったものだ。一緒にあった手紙によると、両親の家の掃除中に出てきたらしい。妹は施設を出る日が決まり、俺に渡すつもりで作っていたが、直前であの火事が起こり、メダルだけが残された。妹は強くて優しい兄に礼をしたいとよく言っていたそうだ。おとなしかった妹はいつも俺のそばを離れずにいた。年が上というだけで特に何をしてやった覚えもないが、頼りにはされていたのかもな。俺はあのメダルを見て考えていた。俺は今あいつの妹の誇れる兄だろうか。あのメダルをもらう資格があるほど強く優しい人間だろうか。強いも優しいも俺には正直よくわからない。それを口にした奴らは肝心なことを言わずにみんな言っちまう。今日のことだって
今の俺にできるのはこれぐらいだ。俺はガキの頃からちっとも成長してない。あいつらに笑われる。そうだな、甘いものは疲れが取れる。また明日から戦えそうだ。俺は今まで逃げていた。自分のことで手一杯だと言い訳していた。だがこれからは全てを守ってやる。俺は一緒に強くなろうという約束を守らなきゃならない。な、お前には感謝している。何かあればまた頼む。励ますつもりがこちらが励まされたようだ。もしかしたら妹が認めるのはお前のようなやつなのかもな。さて、昔話が長くなった。さっさと片付けて休むとす。実は買い物帰りに例のゴロツキどもにつけ狙われてな。また人数が増えてたんで、いいのを一発もらっちまった。まあ、警察沙汰になるようなことは控えたんで安心してくれ。奴らに好きなだけ撃たせて、疲れて諦めるまで付き合ってやった。全て買わせると思ったんだが、俺もまだ甘いな。俺のメニューについて来られるとは、やはりさすがだ。チッチッ、お前はどう思う？いや、今日お前に付き合ってもらったのは。ようやく見つけたぜ、真田昭彦。今まで世話になったが、今日こそ終わらせてやるよ。ここなら悲鳴あげても恥ずかしくないぜ。誰も来やしねえからな。本当にしつこい奴らだ。いつかの育児なしのやさ男君も今度は逃がさねえからな。逃げても無駄だぜ。お前らこの辺の寮に住んでんだろ。女と子供もいたっけな。うぅ、心配だね。下がれ、俺が活路を開く。お前は逃げろ。俺の仲間に手を出そうというなら相手になろう。来い。てめえみたいに格闘技やってるやつが素人に手出したらどうなると。部活は活動停止、お前はよくて退学、下手すりゃ逮捕で人生終了だ。それでもいいのか。あ、確かに世話になった監督や部の後輩に迷惑をかけるのは忍びない。だがたとえそうなるとしても引くわけにはいかない。一生かけて償うことになろうと、全ての責任は俺が負う。なぜなら俺の拳は守るためにあるからだ。わけわかんねえこと。お前、わかった。背中は任せたぞ。怪我はさせるな。お前ならできる。調子に乗んな、俺！片付いたようだな。さすがにこの数だと骨が折れる。
怪我はないか？二度と俺の前に顔を見せるな。もしこの先俺の仲間を巻き込むような真似をすれば。この騒ぎでは通報されてもおかしくないし、ここでは体が冷える。俺の部屋にでも行くとしよう。さて、茶でも出したいところだが、まずこいつを解かなきゃなら。ただの飾りじゃない。バンテージは拳や手首を守るものだ。守るばかりでなく、巻き方一つでパンチの威力にも影響する。俺の拳を生かすも殺すもこいつ次第。大事な相棒といったところか。まあとにかく適当にくつろいでいてくれ。今日付き合ってもらったのは、俺のやってきたことを知ってほしかったからだ。俺はあんな風に鍛錬を重ね、実戦の経験も積んできた。ある程度の自信もつき、結果も出してきたつもりだ。それでもあの宣告に恐怖している自分がいた。これまで積み重ねてきたものは無意味だったと怒りすら覚えた。前しか見ないと決めたのに、また弱い俺がいたんだ。俺は本当に強くなれたと思うか？そうあってほしいが、迷ったのは事実だからな。どんな人間も強くなったはずの自分が揺らぎ、弱さが顔を出すことがある。何かをつかみかけた矢先、また全て失うことへの恐れや怒りは抑えがたいものだ。俺にはその気持ちが痛いほどわかる。重い決断を任せた挙句、お前に辛い思いをさせてしまったが、純平を、あいつらを責めないでやってくれ。それでいい。きっとやってくれるさ。とにかくあの場にいた者として、それだけ言っておきたかった。お前の決断がどうあれ、俺のやるべきことは変わらない。俺は多くの者と競い合い、ここまでやってきた。俺が鍛錬を無意味などと言ったら、そいつらの努力まで否定することになる。そんなことは絶対に許されない。そうだろ？すまない、取り留めのない話になったな。呼びつけた上に乱闘騒ぎにまで巻き込んだ。せめて今日の礼をしたいが。俺が特別に配合したプロテインが確かこの辺りに。それか、年賀状でも書くついでに両親のもとへ返そうと思ってな。この先どうなるかわからない。俺の手元に置いておいても。お前は不思議なやつだ。さっきの騒ぎでも思ったが、お前には安心して背中を預け、どんな窮地も乗り越えられると確信できる。俺はずっと誰かを守る力が欲しいと焦るばかりだった。自分を追い込み、誰かと競い合うことがその唯一の方法だと思っていた。そうやってがむしゃらにやって力がついたのも事実だ。だが今はここまで一緒に戦い抜いてきた奴らがいる。守りたいと思うと同時に、共に戦ってほしい奴らがいる。俺はお前たちがいるからこそもっと強くなれる気がする。俺はこれを手にできるほど強くて優しいかどうかはわからない。それでもこれは俺の原点であり、そばに置いておくべきものなんだろう。またお前に教えられたな。これはどこかに。あ、そうしよう。受け取ったぞ、ミキ。
重い栄誉だ。ジャンプとして防衛するつもりで戦うさ。俺は言葉で誰かを励ましたり何かを伝えたりするのは得意じゃない。だが戦う背中を見せることはできる。たとえ無様に這いつくばっても何度でも立ち上がればいい。それが俺の先輩としての務めだ。見ていてくれ。そして俺が必ず守ってやる。と言ってもお前には借りができてばかりだな。これからできる限り挽回させてもらう。まだきちんと礼もできてないしな。そうだ、せめて今日の礼をさせてもらうんだったな。しまったな、プロテインは切らしていたが。他にはの、このダンベルを持っていけ。待ってろ、今準備してやる。これは筋力に合わせて重さを変えられるタイプでな。お前の腕力ならまずは8キロ、いや10キロでいいだろう。マシンもいいが、やはりフリーウェイトで負荷をかけることも重要で。できずにいた礼をようやくさせてもらえそうだな。今日は二人か。黒沢さん、珍しいですね。事件ですか？いや、この辺りのケイラの手伝いだね。気づいてるかもしれんが、ここのところ町が妙な雰囲気だ。何が起きるかわからん。帰りはあまり遅くなるのよ。ありがとうございます。黒沢さんもお気をつけて。ああ、ちょうどいい。君に聞きたいんだが、最近こいつが急に俺の仕事について聞かせてくれとせがんでくる。どういう魂胆だか知らんが、何か知ってるか？ほう、警官でも目指すつもりか？いえ、具体的なことはまだ何も。ただ世話になった黒沢さんのことを知りたいと思っただけです。ああ、俺はこいつを昔から見てきたが、ここ1年で随分と変わった。君のおかげか。だったらこの先もよろしく頼む。目を離すと何をしでかすかわからんやつだからな。ああ、わからんといえば、昨年末長泣神社で大量のゴロツキどもが倒れていたという事件があった。状況から喧嘩だろうが、ドイツに聞いてもこちらが悪いの一点張りで相手は不明。大きな集団同士の抗争とも考えたが、相手は2人だという情報もあった。しかも驚くことに、その場にいた全員怪我らしい怪我一つなし。あれだけの数を相手に信じられんが、相当な手だれの仕業だろうな。まあ、やられたのはあちこちで暴れ回ってた札付きの連中だ。誰かにしつこくつきまといでもしてきついお灸を据えられたんだろうよ。正当防衛の可能性が高く、怪我人もなしならこれ以上の捜査は必要ないだろう。なぜお前らがほっとした顔をするのか俺にはさっぱりわからんが、俺は警察官である前に一人の人間だ。信念を持った奴らがその力の使い方を間違わない限り、俺は協力を惜しまない。やはり俺の目指すべき道が見えてきた気がします。ありがとうございます、黒沢さん。礼を言われる筋合いはないし、これは俺の独り言だが、今回は無事で済んだとはいえ、ああいう真似は今後控えるんだな。最近じゃそこらのチンピラが銃まで持ってることも珍しくない。これも国際化ってやつなんだろうが、危険なのは海の向こうとそう変わらん。
だろうな。銃器を持つ相手にはまずフェイントで側面から。ふん、なるほど。海の向こうか。卒業すれば自由が利く。俺の拳がどこまで通用するか試してみるのも面白い。やれやれ、そういう冗談はさておき、若さってのはお前たちだけの特権だ。羨ましくもある。いつか三人で飲みにでも行くか。それじゃあな。いつかか。受験のこともそうだが、その先を考える時期だな。何を目指し進むにせよ、俺はこの先も戦い続ける。そこには俺一人の力で成し遂げられないこともあるだろう。だから俺もいつかお前が俺たちを率いたように。な、それは先の話だ。俺たちはまずやるべきことがある。俺は守る。仲間を、お前を、俺とお前たちの未来のために、そしてあいつの自慢の兄貴でいるために。そういえば忘れないうちに渡しておこう。よければ使ってくれ。巻き方は後で教えてやる。いや、深い意味はないんだが、使えば武器も握りが安定する。まあ取っておけ。それがあるから俺は全力で拳を震える。俺にとってお前はそういう存在だということだ。さて、今日はケーキ漬けに腹いっぱい食おう。無礼講というやつだ。遠慮はするな。感情は俺に任せておけ。今夜はな、どうせお前とは長い付き合いになる。いずれ返してもらうさ。さあ行こうか。よ、お前か。学校で会うのは珍しいな。何ってほどのことはない。校内を見て回ってるだけさ。もう最後だからな。長いようであっという間のようで、やはり長かった気もする。3年間ひたすらにボクシングだけ。それだけだったか。あ、いや、寮の奴らと出かけたりはしたな。お前とは一緒にパンケーキも作って楽しかったよ。寮が同じでなければお互い全く知らないままだったかもな。不思議なもんだ。俺はもうすぐ寮を出ていく。だが、お前の先輩であることには変わりない。何かあったらすぐに呼べよ。真っ先に駆けつけてやるさ。シンジ、いや、新垣を覚えているか。シンジも一緒に卒業するはずだったんだがな。傷害事件に巻き込まれるなんて、未だに納得できない。